そう、セコホファーナが、四大リーグっていうか、もうプレミアとかさ、そういう注目度高いとこ行かずにサウジ行ったっていうのはもう時代のあれを感じますよね。さっき言った佐藤健君のさ、プレーメン行ったのもさ、やっぱり J リーグ経由しないっていう。前言ってた、J リーグだとね、C 契約からだから、それだったら最初から海外行った方が代理人も儲かるし、みたいな。本人もいいし、みたいな。そっちの方だって、若くして行った方が代表への道もね、開けるし。今の、 代表監督がレベル高いクラブでプレーするのを求めてるっていう、それはもう指針として出してるらしいんで。だって代表チームの選手がほとんど海外組でさ、そこで活躍するとさ、呼ばれるっていうのが、それはもう代表監督が表明してて、J2 から呼ばないとか、もうワールドカップ終わった後そういう風にしてるじゃん。っていう風になるとね、自分が能力ある選手で J で、ね、しかも戦術とかあんまないチームがほとんどだからさ、ってなると先輩に気遣いながら、そこのパワーバランス見ながらとかやるより、向こうで結果で黙らしたら上行けるみたいなさ、みんな海外から来てるし、みたいな。 そうなっちゃうよね。結局、海外移籍、高校から一発で大学から一発でっていうのが、なかった時代の形だから、今もう時代変わったからルール変えなきゃいけない。まあ、トリーグもそうなんですけど、もネットとかなかった時代で作ってるルールだから、YouTube とかでね、も、ま、う、あ、配信してそういう風にクラブが大きくなってから、そういう風に変えなきゃいけないっていう。あとは誰が変えるかって話になります森山さん、J2 呼ばないとはっきりは言ってなかったんじゃないかな、あれ。 スカーティングに関しては、これまでも代表で力を発揮してくれてる選手なんてしていきたい。招集に関しては難しい部分があると明言して、ああ、明言してるね。代表活動の時も J2 があるもちろん J2 にもいい選手があるし、将来の J リーグも盛り上げる,くれる選手はいると思うが、日本の最高は J1 たというところ、そこを目指した上で日本代表の世界を目指していくという我々の優先順位をつけて,ていかなければならない。平等には見ていきたいが、招集やチーム編成ではよりレベルの高いところから考えていく。ね。平等ちゃうやんというツッコミは入りますけどね。うん、そうでもなんか、 まあ、結局、こう、なんていうのかな、こう、ふわーっと誰、どこにも敵作らないコメントがさ、森保さんの醍醐味だから、そうだ、縦パス入れないみたいな感じだからね、横パス、バックパス駆使して、失わないように失わないように試合殺してみたいな。結果引き分けなんだけど、なんか判定勝ちみたいな。なんか世間の評価で、なんか横パスしかしてなかったんだけど、なんか点入った、入ったなみたいなとか、なんかそういう感じです。っていう。 外交方針ででやってるコメントですからねただし、あとあれですよね、この言葉にしてないところで言うと、J2 代表戦の期間中もあるから、そのクラブへの気遣いもありますよね。権田いなくなったらさ、正規ーパーいなくなるって、むちゃくちゃやばいから、そのチームからしたら。ってなるとね、例えば、森保さんが所属クラブが、清水が,清水がかわいそうなんで、問題呼びませんって言ったら、いやいや、それ不公平じゃないみたいな。じゃあ、うちからも呼ばないでよってううになるところもあるじゃん。 ってなると、そこは伏せながら、J1 目指してっていうメッセージも出しつつ、みたいな、そういう、森安さんの、むしろ、いいところというか、うん、外交の上手さを感じますよね。清水さん、かわいそうなんでっていうより、そっちの言い方の方がいいじゃん。で実は呼ばないっていうより、清水への、まあ、忖度というか、忖度って言うと悪いイメージだけどね、清水への配慮と、えー、サッカー界への配慮っていう感じですね。だし、あれだからね、もう、問題に関してはもう、 もう最高のパフォーマンスしてくれたじゃないですか、ワールドカップで。本当に大事な時に呼ぶみたいなのを。オシムジャパンもね、発足当初は海外組呼ばなかったみたいな感じで、それがそれでいいと思いますけどね、僕は。で、あの、吉田麻也選手がね、C 契約なくした方がいいみたいな。俺、え、どういうことって思ってたら、あの、元の動画見たんですよ。そしたら、J リーグってその、最初は絶対 C 契約みたいな。それなんでかっていうと、金あるクラブからないクラブまで言っちゃえば、 いい若手選手がいて、あるクラブが1億出せます。あるクラブが100万しか出せません。ってなったら、100万しか出せないクラブってずっと強くなれないじゃん、みたいな。だからそこは公平に最初は C 契約しましょう、みたいなことなんだけど、ここに海外クラブとかが入ってくる時代になってくるから、結局 J リーグがその契約の上限みたいな決めてると強奪されるんだよね。だからちゃんとそこを日本の司法を日本で守れるような状況にしなきゃねっていう話だったんだよね。 で、ちゃんとそこの最低基準の年俸みたいなのを設定してそこに入れない人はプロじゃないするみたいな。で、これがこっから先話さなきゃいけないけど難しいのが、それを満たせるクラブって何クラブあるんだってなると、 それ満たせなかった時点で J リーグのクラブってほとんど赤字だから、クラブ自体殴られるんですよね。その基準作ったら。てなと J、今、まあ、今チーム数多いとか言われるけど、え、20チーム3カテゴリーぐらいあるのかなこれがさ、全部で15チームしか残りませんでしたってなったら、J1 しかないリーグとかになるから。そう。だからそうなってくると、じゃあサッカー界にお金を作んなきゃいけない。じゃあそれどうするってなると、やっぱスポーツベッティングになるんだよ。サッカー界にお金が入ってきてたら、どのチームも選手に相手年俸を提示したりとか、その、 選手にね、ちゃんと、プロ契約でお金を払えるっていう、みんな J リーグ行ったらみんなお金もらってるって思うけど、実際はプロ契約してる選手しかお金もらえてなくて、他の人はその J リーグが、そのクラブが運営してるスクールで働いたりしてるからね。そう、だから、まあ、あの中ではそこまで時間ないから話してないだろうけど、吉田麻也選手は言ってることは、すごくその通りなんだけど、それやるためには、クリアしなきゃいけない問題が、めっちゃ多いんだよね。えー、最後まで聞いてくれてありがとうございます。よかったらいいね、チャンネル登録して帰ってください。また一緒にいろいろサッカー界の話を中心に喋りましょう。はいでは 「せかせ」「はじき出せ」「君 <noise> の<楽>」